トレイルダイナスティさん、あの国内のさまざまな、まあ、人気アーティストさん、うん、いっぱい曲一緒にやられてること多いと思うんですけど、はいはい、一番最初のきっかけがシーズタイガーさんだったんです。そうそうそう、タイガーっすね、確実に。まあ、まずはね、そのタイガーがいなかったら俺は多分プロデューサーとしての一歩を踏み出せてない。タイガーが俺が下手くそでも何でも同い年で仲いいから使ってくれて、まあ、僕のことを認知してくれる人が少しだけど増えたっていうのがスタート第一歩を踏めたから、タイガーには本当にリスペクトしてるし、はいはいはい、で実際そのバックスとかもそのまずタイガーの客演でつながって、ああなるほどです、なるほどです。そうそう、そこからね、バックスが水戸にライブしに来た時に俺が USB にパンパンにビート持ってって、そうです、なんか妹さんの USB 入れて、そうそうそう、渡して、だから本当にね、日本に関してはタイガーから派生してって、バックスから派生してって、あの今のそれがあるというか、僕が全然その面識がない人と作ってたりするのはタイガーとかバックスとかが本当に彼らがいたから、あの今のそのトリルダイナスティっていう日本でのその地位があるというか。だけどそこでね、勘違いしてほしくないのが、僕誰とでも仕事したいわけじゃなくて、はい、僕はね、このうちのこことしか仕事しないと思うんです、日本だったら。なるほどです。国内のそのあの一緒に仕事をされている、それが今後されるアーティストさんと、例えばなんですけど、そのまあ、日本のオリコンチャートでゴリゴリヒップホップで1位を取ろうっていう、そういう気持ちとかってあったりするんですか？ね、実際そういう意識は一切ないです。あくまでアメリカに対しては、まあ、ビルボードなんて正直1年で取りたかったし、はいはい、で今アメリカでのその僕の肩書きって言ったらやっぱグラミーってところが目標なんだけど、日本でやりたいことはアーティストと一緒にそういったオリコンとか、それこそ日本ね、レコード大賞とか取りたいっていうことを俺は日本でやりたいわけじゃなくて、はいはい、日本でやりたいことはプロデューサーの地位を高めることなんですよ。なぜなら日本でプロデューサーが軽視されすぎてるから。なるほどです。うん、やっぱりこの払いも良くないし、はいはいはい、うん、あのまあ、もちろんそういったマーケットの大きさっていう問題もあるのかもしれないけど、その日本のアーティストタイプビート使ってもタイプビートの作った人のクレジットもしない、はい、うん、ちゃんとした分け前も与えない、はい、うん、勝手に YouTube から落として使っちゃう、あ、はいはい、うん、そのシーンがある時点で俺はレコード大賞とかは目指せないと思ってる、日本で。まずはそのカルチャーの交通整理をしてあげないと、はいはいはい、うん、わかる、こうなっちゃう事実もわかるっすよ、やっぱりそういったガイドラインがない中でね、みんな死に物狂いでやってるから、そうなっちゃうのも非常に理解できるんだけど、まず俺がやらなくちゃいけないのはそのビートメーカーに対してのその保護っすよね。ちゃんとアーティストに対してできるかどうかはわかんないけど、そのタイプビートの使い方のガイドラインを出してあげたり、それこそあの俺今チューンコアの人とか LINE の人とかにもちゃんとタイプビート使うのであれば契約書を提出させなくちゃ楽曲をリリースできないようにしてくださいよとか言ってるし、あ、なるほどです。うん、そういったところの世直しをしてからじゃないと日本でレコード大賞を取ろうが、オリコンでぶっちぎりで行こうが、ヒップホップ的には何も変わんないと思う。ヒップホップシーンは何も変わんないと思う、はいはい、うんうん、だから日本でやりたいことはそこじゃなくて、そのちゃんと足元を固めるっていう作業を日本ではやりたいっす。だからちょっとそのおにぎりくんのね、その質問に対してには、いや、そういう目標はないって一言で終わらしちゃったけど、その目標がない背景にはそういったことがあるから、ここが見えない。なるほどです、なるほどです。取ったところで何になるのってなっちゃうから、はいはいはい、うんうんうん、だから俺はね、こうね、ちゃんと順序を追って一つ一つクリアしていきたいんですよ。はいはい、その上でのレコード大賞を織り込んだったら意味があると思うんで、そこを目指したい。はい、なるほどです。ただ今そこを目指す上で何の意味もないから目指さない。ああ、まず、うん、だって、そうだってビルボード1位取ったって、やっぱ日本は特に物質主義だから、社会が。こうやって盾が届かないと評価されないし、だけど、
俺からしてみたら、今回の一件は俺じゃなくてこれへの評価だと思ってるから。あ、ちょっとなんか皮肉になっちゃうけど、だって俺の評価だったらもう半年前に評価されてていいはず。あ、はいはい、だけどみんなこの盾が届いて、うわーやべえってなってるから、この盾への評価なのよ今の日本のシーンって。そういうシーンだと俺は思ってる。いや、そうですね、確かにその1位を取った時はかなり前の時期ですもんね。そうそうそう、フレックスしてる作業は変わらないじゃない、はいはい、盾があるかないかでさ、俺は1位になりましたよっていうのはもう半年前にフレックスしてるし、そうそうそう、だから、だけど、まあ、確かにこれを出してからフォロワーが増えたから、それ以降の人にそれは求めないけど、今までの、この盾をフレックスする前の人たちは上辺でしか音楽を見てないってことよね、はい。全員が全員そうじゃないけど。なるほど。なんかちょっときつい言い方しちゃうとね。はいはいはい。そうそう。だから逆に今回の一件がね、俺、すごい俺の魂を燃やしてるっすよ。はいはい。うん、俺が評価されてると思ってないから1ミリも。だから天狗にもなんないし、ありがたい。まあ、自分はそんなヒップホップシーンを全て理解してるかというと分からないですけど、やっぱりその日本のマーケットとかもやっぱ海外と比べてかなりちっちゃいと思いますし。もちろんもちろん。ところのそのプロデューサーさん側のその交通整理とかもぐちゃぐちゃっていうところは、やっぱり、うん、ダイナスさんみたいなプロデューサーさんがその先陣切って、もうそういうとこゴリゴリ直していって、なんかシーンの底上げ になっていけば、すごいもう自分はその部分では本当にそのもし応援しかできないかもしれないですけど、ゾットさんとそういうところをちゃんと察しなくちゃねっていう話をしてるんで、やっぱそう、僕より先にゾットさんとかユキチさんとかがね、そのプロデューサーの地位を高めたい、軽視されてるのは嫌だっていうのを一番最初にやってた先輩たちだから、はいはい、うん、俺が第一人者じゃなくてゾットさんとかユキチさんがいるから、俺も一緒にこうね、お力添えして一緒にやれるって形なんで、はい、まずはゾットさんとユキチさんがそういう行動第一歩を取ったっていうのが、やっぱり非常に日本のヒップホップシーンにとってはでかいんじゃないですかね。最後にちょっと質問なんですけど、はい、すごいちょっとふわっとした質問かもしれないですけど、もろもろそのプロデュース面とかもだいたい落ち着いてきて、まあもちろんそのやりながらなんですけど、そのまた DJ を復活するみたいな予定とかってあるんですか？なんか DJ はないです。ないですか？だから結構プロデューサーさんでもその DJ そのされてる、まあそのちゃんとしたギグとかライブのイベントとかいろんなイベントあると思うんですけど、なんかそういうところで、うん、DJ パフォーマンスをするっていう予定はもう全くないですか？そう、俺ね、DJ よりやりたいことがあって、はいはいはい、はい。まあ、プロデュース業が落ち着くっていうことはないと思うんですよ。もう常に、上を見てるから。はいはいはい。だけど、海外とのコネクションが多分日本で一番あるのは俺なんで。はいはいはい。うん、だからそれを活かして、その日本から海外へ逆輸入をする職業をやりたいのよ。ああ、はい、なるほどです。それも、うん、ラッパーとか、その、ビートメーカー。ラッパーじゃなくて、ビートメーカー。ああ、なるほどです、なるほど。ラッパーは絶対もうイケてるバッドホップがいるから。ああ、はい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 。うん、うん。だけど、ビートメーカーっていないじゃないですか。はい、はい、はい。で、ちゃんと、そこに対してのロイヤリティの管理もできる会社を作りたいんですよ。ああ、なるほどです。そう、なぜなら今、俺、まだこのリルダークの、お金なんて1円も入ってきてないんで。だけど俺のそのマネージャーのディアッパーゴートっていう人が今一生懸命動いてくれてる、はい、ですごく労力がかかるのを分かってる、やっぱ日本と海外だから、はい、だけどそこをちゃんとしてあげないと、その現実味がなくなっちゃうじゃないですか。海外のアーティストをプロデュースしてリッチになれるっていう、はいはいはい、そうそう、だからそこの橋渡しの役をねやりたいんですよ。将来、英語も喋れないし、何もできないけど、コネクションだけはあるから、俺が一から作ってきたプロデューサーのコネクションがあるから、ロットのマネージャーだってそうだし、ダークのマネージャーだってそうだし、そういった人たちと繋がってるから、そういったところを活かした職業をやりたいし。おー、すごいです、すごいです。もう、なんて言ったらいいか分からんすけど、なんか、
めちゃめちゃやばいことを成し遂げようとしまくってますね。そう、しようとしてるっすよ。まだざっくりとした目標だけど、今の時代ね、グローバルな時代だし、ね、それこそ JP The Baby だってさ、ああやってワイルドスピードのサントラに収録されたりとかさ、すごいじゃん。純粋に。同じ日本人として、俺はその、ウェイビー君と直接面識ないけど、この間曲は、作ったけど、だけど、そうやって、一つ一歩一歩、こう、ちょっと前の韓国みたいな感じになってきてるわけじゃないですか。ああ、はいはいはい。うん、うん。確かに。そう、だから、やっぱそういった人が日本に一人でも二人でも絶対いた方が、うん、日本人のアーティストは安心してできるし。間違いないです。だからそういったこと、まあ、もしかしたらやってる人いるのかもしれないですけどね。まあ、僕はそれをビートメーカーに特化したことをやりたいです。はいはい。うんうん。いや、でも今日は本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。いろいろと。いろいろ聞かせていただいたんで、また。はい。ほんまに。いや、ちょっと今後の活躍も本当に応援して。はい。ありがとうございます。お互い様です。またいろんな、はい。またリンクできたと思います。はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。